ハイビジョン制作、ハイビジョン制作、ハイビジョン制作とは2005年から2008年7月23日まで日本のテレビ放送で表示されていたハイビジョン方式での制作、放送を知らせる役割を持つテロップ。放送事業者の任意によるもので強制力は持っていない。ハイビジョン方式の番組が多くなってきたこともあって2008年7月24日、 TBS 系列とテレビ東京は2008年7月1日以降から表示されくなった。総務省全国地上デジタル放送推進協議会などが策定しハイビジョン方式により放送される番組の制作、またハイビジョン方式で制作された番組の放送であることを PR するために番組冒頭などに5マークを表示する。地上波に限らず、 BSCS の衛星放送でも表示されることがある。2005年6月20日から7月31日まで、レッツ、地デジレイゴナ夏というキャンペーンを実施。この時、放送事業者の協力を得て、ハイビジョンで制作された番組で19時から23時台に放送される民放番組に、ナロック放送標準テレビでの視聴者向けに、冒頭で数秒間の表示がされた。 2005年12月1日の地上デジタルテレビ放送開始記念日とともに、再び全国で一部の番組を除く全日の時間帯での表示を開始。総務省は HV をかたどった表示ロゴを策定し、日本テレビや TBS、テレビ、東京などが採用した。地デジ間前以降3年前となる2008年7月24日からは、総務省の 地上デジタル放送推進総合対策などにより、アナログ放送にてアナログ放送であることを周知するためのアナログマークの表示をし、これに伴ってほとんどの番組でハイビジョン制作のマークが表示されなくなった。NHK では画面右上にいわゆるウォーターマークの形で常時、民放では番組の最初に付くようになった。多くは2008年7月24日以降となっているが、 TBS 系列、テレビ東京は7月1日には表示されなくなった。その後、2009年1月12日からは、民放各局では、アナログマークを番組放送中に常時表示するようになった。地上波、衛星波、国際放送、NHK ワールドを問わずほとんどの番組が、ハイビジョンで制作されているため、元から一切表示されていない。ただ以前は、 bs-qch や武士での同時放送をアピールするため、ハイビジョン同時放送、1994年頃から2003年3月、ハイビジョン同時、2003年4月から11月、bs ハイ同時、2003年12月以降と表示があった。地上デジタル放送でもハイビジョン放送を行うための区別としての表示があった。冒頭で数秒間、画面に、 HV、総務省基準ロゴ、その下に、ハイビジョン番組と表示する。制作ではなく同じ HV マークを使っている、JNN、TXN 系列とは違い、黒字に、白色の縁取りを施している。収録番組、NNN ストレートニュースは、地上波マスター創出、NNN ストレートニュース以外の生放送番組は、副調整室から、それぞれ出している。 ただし、一部の地方局、札幌テレビ、青森放送、テレビはて、宮城テレビ、中京テレビなどのローカル番組、自社ネット番組では、HV、その下に、ハイビジョン制作表示を使用する例もある。本会テレビでは、HV の右側に、ハイビジョン制作と表示。北日本放送、KNB は、自社制作番組では、他の系列局とは違う。 KNB ハイビジョンという表示を使用している。四国放送、JRT のみ HV は表示されず、ハイビジョン制作のみの表示となっている。日本テレビでは、2008年7月24日より、表示されなくなった。CM 明けから冒頭で数秒間、画面端に、ハイビジョン制作ハイビジョンと表示する、一部番組を、除きマスターの提供クレジットから白文字のみの表示。 一部の地方局のローカル番組、時差ネットを含むでは、テレビ朝日で使用しているものを黒縁をつけて太く表示していたり、HV、その下にハイビジョン制作、総務省基準のこの表示を使用する例もある。朝日放送テレビ、ABC では、時差ネット番組や自社制作のみ、ハイビジョンの表示がない。なお、スカイやスポーツでも、トラバン主義、や、虎番で、 自社創出のものを見ることができる。ABC 制作案件全国ネットでは、大淀土旧社屋時代は縁を太くしているものを表示していたが、ネットを甲子園では薄め表示のものを使用してた。2008年6月23日の新社屋、福島区移転後は、ABC 創出の番組、一部番組を除くも、テレ朝と同じく白文字のみ表示している。 メテレでも原則 ABC と同様の表示であるが、一部の番組はテレ朝と同様のものを使用している。いずれも番組よっては、円が太い表示や薄め表示のものを使用している。秋田朝日放送、アブでは2006年11月まで自社制作のみ総務省基準の HV、ハイビジョン制作の HV 部分が若干突出していたものを使用していたが、現在は、 テレ朝と同じものを円を太くしているものを使用している。北陸朝日放送、ハブ、瀬戸内海放送、KSB、九州朝日放送、KBC、広島ホームテレビ、ホームでは、総務省基準の HV マーを使っている。ホームは、ネオバラエティ枠で、自社出しだった期間のみ、テレビ朝日と類似したものを使用していたが黒縁がついていた。 2007年10月31日まで、大分朝日放送も使用していた。BS デジタル放送局の BS 朝日はテレビ朝日、地上波同時放送、スーパーベースボールなどが行われる場合に限り、テレビ朝日のマスターから表示されているものをそのまま、BS 向けにも流してい。CS 放送の朝日ニュースターでも、テレビ朝日地上波番組の時差放送が行われる際、 表示されているテレビ朝日のマスターから直受消している関係上。テレビ朝日では2008年7月24日から表示されなくなった。冒頭で数秒間画面端に HV 総務省基準ロゴ、その下にハイビジョン制作と表示するニュース23ではその下に JNN ロゴも入る。青森テレビ ATV ではハイビジョン制作のフォントが 標準のものとは異なっている。ただし、表示は一部のローカル番組のみ。また、IBC、岩手放送、IBC でも過去に四角い枠に、HV ハイビジョン制作と独自のものを使っていたが、現在は、JNN 系列と同じものを使用している。山院放送、BSS では、TBS 系列の HV ハイビジョン制作を、自社制作番組や一部の他系列番組で使用している。 収録番組と一部性放送番組、イブニングファイブなどは装室マスターのテップから、ほとんどの生放送番組は番組テロップの一部として、スタジオサブから表示している。2008年6月30日を最後に7月1日より、表示されなくなった。冒頭で数秒間、画面端に HV、総務省基準ロゴ、その下にハイビジョン制作と表示する。収録番組は、 地上ハマスターの提供クレジットテロップから表示される音声多重放送や字幕放送とは異なりネット喪失である。ただしテレビ東京喪失分は表示時間がかなり短い。自社制作自社ネットの場合は番組を送り出すつぼねで表示。テレビ大阪喪失分では縁取りが極太になっているがニュースや情報番組などの生放送番組。 収録番組でも生放送で行われる場合も、無では、マスターの提供クレジットテロップではなく、スタジオ副調整室から、番組テロップの一部として出している関係から、地上派だけでなく BS ジャパン、時差放送される、日系 CNBC の衛星派でも、HV ハイビジョン制作のマークが表示されている、TXN 系列各局の生放送番組や他、系列の一部性放送番組も同様、 tbs と同様2008年7月1日より表示されなくなった。冒頭で数秒間画面単にハイビジョンハイビジョン制作ハイビジョン制作は白文字で黒の塗りつぶしと表示する地上デジタル放送ではアナログ放送よりもサイズは若干大きくなっている。一部地上波番組の自差放送を行う富士テレビ739では表示されていない。 一部の地方局、新潟総合テレビ、石川テレビ、岡山放送、テレビ長崎、沖縄テレビなどのローカル番組では、HV、総務省基準ロゴ、その下にハイビジョン制作表示を使用する例もある。岡山総は日本テレビ系列と同じ、黒字に白色の縁取り。仙台放送、アックスは自社制作と一部の番組で、 全体的に若干透けて表示されている。秋田テレビ、アクトでは一部番組、富士系オクレネット TBSTX 及び一部の自社制作番組では、ハイビジョン制作の黒の塗りつぶしがなく、サイズも大きめのものを使用している。東海テレビ、関西テレビは、ハ、は、イ、い、ビジョンハイビジョン制作のマークが横長くなっている。テレビ新広島 TSS は、はい、 ビジョンハイビジョン制作のフォントが異なる。山陰中央テレビ、TSK では左にマスコットキャラクターの、エイト君の上半身のマーク、ハイビジョンのフォントが細くなっている、富士系オクれネット多系列番組を予備自社制作番組で使い、されている。富士テレビでは、2008年7月24日より、表示されなくなった。多くの放送局では、冒頭で数秒間、 画面端に HV、総務省基準ロゴ、その下にハイビジョン制作と表示する、フォントなどは TBS やテレビ東京と同じ。なお、現在も引き続きハイビジョン制作ロゴを表示、アナログでは並行表示される、東京 MX、TV 系他一部のつぼねでは取りやめている。ただし、KBS 京都とテレ玉、ブックプラザのみ画面端に HV、その下に、 ハイビジョン番組と表示している。これは日本テレビなど同じものである。ただし日本テレビと違い黒字に白色の縁取りではない。千葉テレビでは上記のハイビジョン制作のフォントが違う番組もある。主に自社制作の他局にネットしない番組のみ使用。3テレビでは自社制作もしくは自社より喪失する番組に限り画面単にハイビジョン制作のみ表示。 朝日放送のものに見るが、枠の形やフォントが異なる。基本的に冒頭で数秒間出るが、3テレビボックス席では番組途中で出ることもある。8年4月から深夜アニメに数本用いられるようになっている。なお、東名阪ネット6の番組では、TBS と同じものが表示される、TV 系喪失。ただし、局の都合で放送時間が変わる場合はこの限りではない。 ハイビジョン放送の番組では、最初に HV という効果音付きの CG 映像が流れる。5.1CH サラウンドステレオも行う場合は、HV5.1 と表示される。基本として、ハイビジョン制作テロップ表示は PR の一環であり、規則、運用基準が明確化されなかった。そのため、表示するかは、自主判断で対応は、まちまちとなった。 また、番組表を配信する各社によっても対応は、まちまちであり、同じ配信会社でも、放送局によって、ハイビジョン制作情報を付加するか否かも、分かれていることがある。示す場合には、テレビ欄に HV 記号を用いることが多い。録画機器の設定によっては、ハイビジョン制作に関する情報は、重要になることがあり、現状の改善が望まれる。 スタジオ収録番組やドラマの場合は、ハイビジョンカメラで撮影して放映することで、ほぼ一致しているが、映画やアニメーション番組などの場合は、16、9スタンダード解像度で収録された、ま、数、DVD 程度の品質の映像を、ハイビジョン解像度にアップコンバートして放映する場合にも適用されることが多い。このため、映画やアニメーション番組の愛好者の間では、 スタンダード解像度マスターのアップコンバートによる放映とハイビジョン解像度マスターによる放映とを区別試行者をスラング的に CH などと呼ぶことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。